ちは。第73世竹内です。竹内睦です。今日は、第32週について語りたいと思います。春道のつらきです。もう結構若い名前ですよね。烈で、樹で、つらき、ねえ、こいつは暴走族かと思うんですが、全然出世していません。先にこいつの経歴を言っときます。歌の前に主税の神やってます。一応国税庁長官です。暴走族は。その後雅楽の神やってます。歌のトップになってます。オーケストラの。でも暴走族だよ、通常この名前じゃ。でようやく生きの神って言って知事になれたんですが、行く直前に死んでしまったという。ああ、そういう人っているんだなって私思いました。しかし100人一に選ばれてます。それは定価が、藤原の定価が自分自身出世してなかったから、こういうやつが好きだったんですよ、はっきり言おう。間違いなく、もう皆さん分かってますよね。恋の歌が結構多くて失恋の歌が多いじゃないですか。で出世しないやつの歌をいっぱいあげてるじゃないですか。つまり定価は失恋が多くって出世できなかったっていうことで、最高の歌を100人一に集めたんですということで、100人一首は歌で選んでます。でも嘘です。裏では人で選んでます。出世しない人とか失恋したい人とか出世できなかったとか失恋したいとか、そういったことを集めてるんです。だから100人一首は人気があるんですよ、皆さん。あ、歌っていかなくてはいけませんね。春道さんの歌です。山川に風が仕掛けたしがらみを、ここしがらみとはっていうような、解釈もあるんです。あのいろんなあのあれです、書き写して変わりがあるんで、白紙とはにしときます。今回は流れも会えぬもみじなりきり。この会えぬっていうのは会えないと、あなたに会えないんだって言ってるんです。で、もみじっていう、あなたに会えないと。あなたってのは、ずるいんですけど、これ三千草木で言うと、山と川をしょっぱに使ってて、風も使ってて、草で言うと、もみじまで使ってるんですよ。草木に入ります。全部使ってるんです。技巧を全部使ってるんですよ。で、色彩を全部使ってる。これがこの人の歌なんです。つまりこの人は全然出世しなかったけど、技巧を全部使ってる。そして最後、なりけりと、断定で言った。あえぬ。私はあんたに会えなかったって、この心の男の叫びをですね、男の叫びを女性陣は聞いてください。会いたかったのです、会える。失礼。まあそういうこともあります。そんな話で今日は終わりましょう。